それでは質問ですあなたがアルバイトの帰りに山手線の駅のホームで電車待ちをしていたら少し困った顔をしている年配の女性に声をかけられました「ここから秋葉原駅まではどれぐらいかかりますか?」と尋ねてきました第1問「だいたい10分ほどかかります」は英語で何て言うでしょう「ThinkingTime」 どうぞお答えください正解はその他にも「It's going to take about 10 minutes」「going to」を使っても同じように通じます「going to」を使うとどちらかというと これからが強調されるようなイメージになります。なので、これからだいたい10分ほどかかります。こんなようなイメージになります。日常会話であれば、どちらを使っても同じような感じで相手は理解してくれます。それ以外にも、it takes about 10 minutes。で、going to とか will を使わずに、it takes を使うと、イメージとしては 通常はとか普段はだいたい10分ほどかかりますこんな感じのニュアンスで相手に伝わりますそれでは今回のレッスンはこのような質問が声出しリピート練習の中にこの質問を含め合計で3問紛れ込んでいますので是非全問正解できるように頑張ってみてくださいそれでは声出しリピート練習どうぞ最短で上達できるコツは 頭で覚えないで口に覚えさせる。それをするためには、聞いたら、声に出す。これが重要になりますので、必ずやってください。そして、覚えた英語を記憶に残すには、読んだら、書き出す。確実に英会話を上達したい方は、両方ともやってみてください。それでは、Let's start the lesson。日本語を英語に訳してください。それはあっちです。It's that way. it's that way. i'm sorry. i don't know. i'm sorry. i don't know. it's this way. it's this way. i can ask for you. i can ask for you. 何も知りません。すぐそこです。Right there. Right、there. そしたら左に曲がってください。歩き続けてください。

それででは質問ですあなたは100円ショップで働き始めて半年が経ちました5000種類以上の商品を扱っていますがやっとほぼすべて何がどこに置いてあるかを把握することができました 今日も外国人がスマホを持って探している商品の社名をあなたに見せながらお店のどこにその商品が置いてあるかを尋ねてきます。第2問。2> それはすぐそこです。は英語で何て言うでしょう。Thinking time。どうぞお答えください。正解は It's right there. It right there. その他にも It's over there. それはあちらです。Right there を使うとすぐそこっていう意味ですが Over there だとすぐではないですけどそちらにありますっていうような意味になります。または It's over here. there の代わりに here を使います。そうすると、それはこちらです。こんなような感じになります。なので、質問してきたお客様を誘導して、商品が置いてある棚のところまで連れてきて、それはこちらですっていう時に、it's over here こんな感じで使います。それ以外にも、it's h e r e r i g h t とか over を使わずに、it's here だけでも 実際は通じます。これはそれはここです。こんなような意味になります。または「It's right here. それはすぐここです。これも同じような感じで伝わります。それでは引き続きリピート練習をどうぞ突き当たりまでまっすぐ行ってください。Go straight until the end of the street.Go straight until the end of the street. ここから5分ぐらいです。銀行を通り過ぎてください。Go past the bank.Go past the bank. それはこのビルの裏にあります。It's behind this building.It's behind this building. このビルを出てください。Go out of this building.Go out of this building. その後右に行って。After that, go right.After that, go right. 無料です。It's free.It's free. It s free. <S まずは右に行って。 First, go right. First, go right. たいたい It will take about 10 minutes. It will take about 10 minutes. Go down this street. Go down this street.

この道の反対側に行ってください。私はここに住んでいません。一つ目の信号で左に曲がってください。 Turn left at the first traffic lights. Turn left at the first traffic lights. I don't drive. I don't drive. Turn right at the next intersection. それでは質問です最寄り駅から自宅までの道を歩いている最中に道に迷ってそうな方が目の前にいます案の定横を通り過ぎようとしたら声をかけられましたすみません電車の駅を探しているんですがどこら辺にあるか知っていますかこんな質問に対してあなたは答えました 第3問「あっちの方向ですよ」は英語でなんて言うでしょうどうぞお答えください正解は that way. That way. その他にも「It's this way」 こっちの方向ですよ。that の代わりに this を使うとこっちになります。それ以外にも it's about five minutes from here ここから5分ぐらいです。こんな感じで答えることができます。なのでどこにありますかって言ったらあっちの方向ですって指を指して it's about five minutes from here ここから5分ぐらいですよみたいな感じで伝えると丁寧な感じで答えることができます。それでは引き続きリピート練習をどうぞ 二つ目の交差点までまっすぐ行ってください。Go straight until the second intersection.Go straight until the second intersection. 私はそう思いません。I don't think so.I don't think so. Don think so. それは銀行の隣にあります。It's next to the bank. It's next to the bank you will see it in front of you. You will see it in front of you do It's across from the post office It's across from the post office. I'm not sure. Not sure. 左側に見えてきます。You will see it on your left side.You will see it on your left side. 午後9時に閉店します。It will close at 9pm. It will close at nine pm i'm sorry i don't know i'm sorry i don't know go down the stairs go down the stairs it will cost five hundred yen. It will cost 500 yen. 階段を上がってください。Go up the stairs.Go up the stairs. それは改札の近くにあります。It's near the ticket gate.It's near the ticket gate. The ticket gate. 歩道橋を上がってください。 Go up the pedestrian overpass. Go up the pedestrian overpass. Go through the park. Go through the park. Go out from the main entrance. Go out from the main entrance 今回もこれで以上となりますクイズの結果どうでしたか3問全部正解できた方は You're awesome 全問正解できなかった方も最後までお疲れ様でした全問正解できるようになるまで頑張って練習繰り返してみてください英語を基礎からまた学び直したいって方がいらっしゃいましたら動画下の説明欄に スピーキング力向上初級編英会話の学習書の詳細のリンクを貼っておきますので是非そちらでご確認してみてください今回のレッスンを気に入っていただいた方はいいねボタンを押してくださいまだチャンネル登録をしてない方は是非チャンネル登録もお願いいたしますそれではありあス